ウェハース三川です。よろしくお願いします。ね。今日はね、はい、ゲストの方に来ていただいたということで、はい、僕の NSC 42期でして、はい、養成所のね、同期のマグレカナールの2人に来てもらいました。はい、あ、お願いします。よろしく。マグレカナールの中島です。藤巻です。どうもお願いします。いや、ありがとう。わざわざ。何やろな、このむずがゆい感じ。こっちないわ。いつもやっぱスタッフがいるんやけども。いやー、誰だったっけ、中道ね。中道君、おってほしかったわ。中道に電話までしたのに。もともとこのバラワークを撮るっていうラジオね。予定だったのに中道君が不在ということで。また後日来てほしい、そうやったら。こんなとこまで中道に会いに。バラワーク。びっくりしたわ、まあ、言われへんけど、えぐいとこでな。ちょっと変なとこに。びっくりしたわ、大阪にこんな地名あったんみたいな。全駅なかったもん。そう。びっくりしたわ、だいぶ変なとこ来させられてね。緊張してんかちょっとやっぱゲストは緊張するね。大丈夫か、一人で撮ってるから俺いつもここで撮ってんねや。ここでもう TikTok ライブは俺めっちゃ知ってるからな。あ、そっかそっか、確かにな、目を見るわな、切り抜きみたいな。そうそうやろ、すごいスタートが。で俺今めちゃくちゃ TikTok ライブをするっていうボケをしてるんやけど、どう同期突っ込んでくれんかな。しつこいっていう意味で、やっぱもうお前ジャルジャルさん好きやから。いや、そうしつこいっていう。いや、ええねん、 DVD 全部あるの。全部あるから俺金かかる、めちゃくちゃ。あ、ちょっと最寄り駅までやっぱ遠かったと思うから。遠かったよ、すごい遠かった。カフェラテをね、これ俺買ってきたんで。どうする、これじゃんけんとかで決めますか。ああ、そうやな、これ1個だけエスプレッソ。あ、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。さっきな、普通にな、出してきて、トークごめんねって言って、本番の方がいいんじゃんって言ったら、ここに隠してた。とっさの一回見せてるからね、二人に。え、みんな、これがいいの？俺はエスプレッソがいい。俺も絶対これがいい。いや、俺もエスプレッソがいい。あ、じゃあ、もうほんなんもバチバチ。そうやろ。最初。なんか、その、コナンのなんかないの？そうそう、びっくりした。俺びっくりした。最初はって何？じゃあ、あんねやな。な、じゃんけんやろうって言ったんか。大丈夫、大丈夫。最初はグー、じゃんけん、スパイダーマン、スパイダーマン。しんど。ピシッ。ピシッ。あ、まあ、長、続きやん。ピシッ。あ、続きやん。ピシッ。お前。マーベル！もう一個足すなって思う。怖がって一個足すな。足崩していいか。もう、日常から俺電話直訳するやんか。電話してる時もずっとこれやねん。ああ。だろうって言って電話出るから。そうそうそう。しんどいねん、もう。もうしんどいのよ。厄介なんだよ、わ。やめても。そんなこと言われたらよ、わ。もう飲んでもう飲んでいいよ、うん、全然。まあ、エスプレッソはじゃあ俺が飲むわ。そう、俺コーヒー飲まれへんの。コーヒー飲まれへんの。転職。エスプレッソが一番無理やん。さっきのも盛り上げてくれてたんや。そうよ、ありがとう。これあるんでね。そっか、はい、もうめちゃくちゃカフェイン高いやつ。コーヒーってうまい。うまいよ。何がうまい？コーヒーで今話。ごめんごめん、ドンキさんにやぞ。ごめんごめん、あったやな。そんな喋ることない。三川のプランがあった。いや、俺のプランあるからね。お願いします。中道抜きで、はい、いけんのか。中道がやっぱ有能やな。あいつ誰やねん、ほんで。俺、中道のファンやねん。いや、わかるよ。うん。気になってしゃあないな。俺のラジオ聞いてて、横にいるやつ誰やと。そう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 。あ、なってたやん。俺が第3回バロー枠、うん。バロー枠。聞いたんよ。うん、おぉ。いや、なんか、で、同期のヤマトタケルのタケシが、タカシな、そう、三川の隣で笑ってるやつ誰やねんって言ってたんですよ、うん、みたいな、うんうん、結果誰やねんの名前。それ良くないって、ね、こう笑ってくれて、こういいやつでね。なるほど、誰やみたいな。もう誰やねん。あ、これちょっとちゃんと俺の大学の後輩でとか言わなかったんだよ。そう、何も OK。 バローとかね、着地全部一緒やった。そうそう、誰なんて。困ったやっぱバロー。そう、いや、それ言わなあかんと思う。視聴者の人も、うん、もう誰なのって思ってるよ。そうそうそう、そうかそうか、人気出そうよ、うん、素人感もないし、別に、うんうんうん、うん、中道くん、俺会いたかったわ、中道くん。会いたかったな。中道はちょっと別にいいか。なんで俺ライバル意識あんま広げんでいいかな。なんでな、中道、うん、いや別にライバルというか、ライバルなんや。NSC42期、はい、これ養成所の同期で、しかもずっとクラス一緒。そうそうそう、ネタ見せの授業とかそうやな、もう一緒になってて、うん、もう俺その時コンビ組んでたけど、ポンでな、よかったよ、すごい。いや、俺はほんま登場がめっちゃ好きやったな。どんな感じやった？一人じゃできんな。じゃあせいじゃあ当たってや、シュパッシュパッポンでです。よろしくお願いします。そうか、お前にやらしたら俺が処理してくださいよくないな。現役生らしい挨拶。そうそうそう、確かに、そういうバイトの人とかに言ったもん、
バイトのやつ、いい挨拶のやつおるんですよ。言わんやろ。やったよ、俺。選抜とかも入ってたよな。いや、まあそうよ。なんかあんねん、NSC の中で、こう、優秀な人らが、まあ、10組ぐらい、選抜クラスに入るねんけど、それ、日本で入ってたよな。入ってた、入ってた。入ってたな。まあでも、そう、一緒な選抜入ってたとかあったよな。本田先生。俺ら1個だけやん。そうやで。あれ、そうか。でも、太い1個やな。で、ポンでも一緒やったな。あ、そう、一緒やった。いや、まあまあ、でも、ポンで史上、俺が一番面白かった、あれやわ。何こいつが事故って。うん。歯とかももう。全部かけて。歯なくなって。あ、鎖骨折れたかな。鎖骨折れたから。ランドセルみたいな。歯です、みたいな。ギブスなの。状態でこいつ、もう、何もなってないみたいな顔で登場してる。ネタしたからな、普通に。普段さ、やっぱ NSC って笑わへんやんか。うん、あの、同期ないし。そう、まあライバルやしね。あの時だけやっぱ爆笑巻き起こったよ。いや、マジでウケてたな。めっちゃおもろかったな。そうそう。やっぱさ、割と動くネタやったよ、お前。動くネタやった。なんかもう、歯食いしばりながら。フリーになって思った。そう。もう事故もめっちゃネタに入れてたしな。そう。あ、そうか、そうか。そう、俺バイクで、まあ事故ったんやけど、その時マクドナルドのバイトしてて。うん。それ事故ったけど、まあ何キロで走ってたんみたいな。うん、まあ、30キロ。いや、法定速度やないかい。なんか、車とかにぶつかったんとか。いや、単独事故や、みたいな。いや、単独事故かいって。平で聞いた思うんだよ。怪我しなかったら思うんだよ。怪我やったら思うかって。怪我なくなったら思うんだよ。誰も見た思うんだよ。あんたかあんな受けてたのに。ただ、何も悔しなかったな。悔しなかった。あんな受けてたのに。別に別に。でも、その、やっぱ、芸人ってこの、事故っても笑い変えれるんやっていう。あ、なんか熱い方に行っちゃった。感動して、で、もう何言ってくれないのと思って、講師の人が。怪我ではもう、全然ネタが入ってこないから、とりあえず直しなさいって。ああ、まあそうやろな、正論。医者みたいなこと言われて。正論でなんすよ。あれなんで事故ったの？マクドの、デリバリーって本当にそう、深夜に走ってたんやけど、最後の一軒、もう行かなあかんみたいな時に、雨降ってたから、なんかその、鉄板みたいな、地面にあったんやけど、それで、こう急ブレーキみたいなのかけて、ほんとに悩み事してる、その時、その、NSC の、情報多いけど、授業でなんかギャグして、受けんかったんかな。ああ、そういう時あるやん。で、俺その時頭抱えて思ってこうやって走りながら。え、そんな分かりやすくないんだもん。お前こうやって、片手運転やん。ああ、よくないな。だからもう、アクセルが、ぐるんってなったまま、ブレーキもかけれんくて。こうもっと。なんでずっと悩んでんの？めっちゃ悩んでて。ちょっとそう、ね、それでもう血出て、ハンバーガーももう飛んでね。そうそう。ほんま。お前足してるやろ。いや、ほんま、開いて、後ろの。ええー。うん、開いて。うん、でも俺、アドレナリン出てるから、うん、そう、めっちゃ、この、こことかも避けてんねん。うん、えらい怪我したで、あれ。血だらけで、鎖骨も折れてんのも分からんけど、ずっと痛かって。うん。だから本当に血だらけのチキンクリスプとか、転がってて。それお前がそうだったから。本当に。雨やったから、寒くて、血も出てるし。だからこのチキンクリスプでこうやって暖を取ってこうやって。嘘つけや、お前。電柱がこうやって。いや、それ期間限定のガーリックシュリンプってバーガー。まだやってるあったんやけど。もうええって、まだ。それも血だらけになってて。もういいよ。ガーリックシュリンプって赤いソースやね。でも俺食べれんくなったわ、そのガーリックシュリンプが。もうそのチキンクリスプで暖取ったぐらいで思いついた。でも出したってしゃあなかった。いやでもそのお前が事故った保険金で飯おごってもらった覚えてる。俺持ってたよ。王将やん、王将。ああ、懐かしいな。なんか、そうそう。ビール飲んだわ。お前保険金めっちゃ降りた。50万ぐらい降りた。めちゃくちゃ降りた。50万。ちょ、飯行こうやって言ったよな。普段頼まんなんか天津チャーハン。多めに頼むよ。行ったな、それ。めっちゃ怒ったわ、あの時。いや、楽しかったな。いいこともあったから。いいこともありましたね。そうそうそう。ずっとやっぱ、ランドセル背負ってみた感じやから。お前、授業中やのに、カバン下ろせって、先輩にな、この、突っ込まれるみたいな。おもんない先輩だろ。読んでるってことがバレる。誰やねん。年始楽しかったね。なんだかんだ楽しかった。授業、俺らもさ、そんなに行ってなかったよ。俺らもそのネタ見せっていう、こう、漫才の授業ばっかは、全部行ってたけど、他のなんかダンスとか、発声とか。発声とかは、軒並み行ってない。ゼロ行ってなかったやん。だから卒業の時に200枚、え ?200、400文字ぐらい。あ、そう、授業の。俺だけ。俺だけ。なんで俺は、たまーに行ったりしてる。俺はもう全く言ってない。相当出てないやつは、キリキリ。いや、あれって卒業できるんかいと思ったな、その、書けば。まあな。どんぶん。全員できたもんな。そらね。そらわかんない。NSC はね、まあ、途中でやめてく人が多いけどね。あれは何を書くの？
確かに、反省文、ま、内容分からんやな。いや、反省文でもなかったね。これからお前はどうしていきたいみたいなこと、それはちょっとおもろくせなあかんね。いや、もう全く俺はだから、同期にいます、ウイスキーカノン、はい、で、あのクーマエメテオ、これを全部ひらがなで書いて、かわいい、稼いでよ、うん、同期のウイスキーカノンやクーマエメテオやみたいな。ウイスキーはカタカナでも一緒やから。で、その時に一番仲良かったココナッツは短いので省略した。長いコンビ名のやつ、いや、そうそう、全部入れて、そういうのでいいや、もう埋めればいいんやな。埋めればもう大丈夫やったな、まあ、多分読んでないやろ。読んでない読んでない、マジで読んでない。三塚はもうほぼ出てたやろ、うん、めちゃくちゃ出てたで。ダブルスクールやったから大学あそうかとかぶってる時もあったから、それでもう演技とかは休んでたけど、長いからあれ尺が。でも他のやつだと、まあ、発声インプロ、インプロね、インプロ即興コントみたいな、うん、あれも楽しいやん、即興コント、うん、あんまいなかったのマグレカナリ。一回だけ出たんかな。好きそうだ、ね、あったな、あったな、一、うん、回出てやったら、なんだか単語、あの、うん、でもな、結構おほんまお遊びに近い回やつやな。で、楽しい帰りにもう二度と行かんとこかっていう話はしたな。楽しかったね。新喜劇も出てない、新喜劇も出てない川端先生がもうあれこそ一回も出てないマジか、うん、だから出てないんか、新喜劇のライブも。あ、出てない、出てない、うん、いつから出たん。おー、俺めちゃめちゃ出たよ。めちゃめちゃ出たんや。あ、うどんの店員、うどん屋の、あーぽい、なんか見た気いいんですよ。あれ幻の一発ギャグやん。どんどんうどん、どんどんうどん、どん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 湧き出るうどん、あ、ダブルかまぼこで、これを3人でやったわ。そのうどん屋3人でやったの、うん、これをシックスかまぼこやな、そういう意味では6個になるから。ほら、俺らが損するやつ。3人が6冷たいやつ。何年だから映りが。能力ないみたいな。最悪やで。もっと突っ込んでくれんとな、ちょっと。どうしたらええねん。びっくりすんねん、急に。いやいや。